はい、今回はですね、胸郭の引き上げがしっかりとね、習慣化できて、しっかり自在にね、自分の意識で動かせるようになったかどうかを測るバロメーターとしての、ジャンプの仕方をお伝えしたいと思います。で、ここが動かない状態で、ただ膝とここで膝とか足首とかもものね、筋肉の力を使ってこう飛ぶっていう感じから、さらにここの波を使って体を引き上げることによって、こう滞空時間が長くなるっていうね、そういう体の使い方ですね。で、じゃあまずここをちょっと固めて飛んでみます。ここをこういう形でギュッとあえて胸を固めて、こういう感じですね、はい。で、今度次ちょっとここの波を使って、ちょっと、1回目からすぐできるかわかんないですけど、繰り返していくうちにここに波ができるので、で、そこのここの波で飛び上がってからさらにギュッとこう高い位置でのこう少し停止している時間を長くするっていう感じですね。はい、ちょっと繰り返していきます。で、これは飛び方には他にもですね、膝をこう分けて使わずに、ちょうどこう何ですかね、つま先のところからここまでをこうグッて分離させてしまわずに、緩めた状態でつなげたままこうバネにみたいにして飛ぶっていうね、その体の使い方も含まれてるんですけれども、そうすると結構あんまりパーツの筋肉は疲れずに、全身のまんべんなく筋力を使って飛び続けることができるので、結構気持ちいいんですね。で、ここもしっかりと動くので、なんでぜひね、ジャンプするっていうのは結構心拍数も上がるし、意識もなんかこう、うつうつとした気分よりはこう開いた意識になりやすいので、ぜひちょっとこう気分が落ちてるなとか、そういう時にはね、ちょっとこれを思い出してちょっと飛んでみようかなと。でも結構こうやって最初はもう手使って思いっきり、でも膝も曲げていいんで、思いっきり繰り返しやってみて飛んでみてください。はい、じゃあちょっとテンションが上がりすぎないうちに終わっておきます。はい、じゃあ今回以上です。ありがとうございました。